あーそう俺この間ね、APEX の HIKAKIN さんと狩野英孝さんとやってる時にあの g g, g ハブだっけロジクールのドライバー入れたらさ、マウスが全部無線じゃ反応しなくなってさ、何が問題だろう、何が問題だろうってスタッフさんとかにもめちゃくちゃ聞きまくって、すげえやりまくってたら、Twitter で g ハブの不具合あのなってますって困ってる人いて、でその人のリプライ見たら、なんかその、 アップデートをした上で、なんか無線の状態にして、別のマウスを挿して、なんかここのアップデートもしたら治りますみたいなこと言われて、それやってなんとか治った。直す、直すのにまずマウスが2個必要っていうのはマジでウケるよな。まあ、PC でゲー、まあ、PC ゲーマーだったらま、マウスね、 家ほじくり返したら、まあ、大体の人2個は、まあ、あるとは思うけどそうじゃない人ももちろんいるだろうからさもう持ってなかったら罪だからなあれマウスなんすのにマウスが必要ってマジシュールだよなそう GHub とかも俺基本は更新しないんだけどその時はその要は現場の PC で必要だったから新しく入れたんだよねアップデートじゃなくてインストールしたんだよねそれインストールしたら最初からその状態だった マジで終わってた。多分マウス一つでいけたの、ちょっともうちょっと後じゃないかなさすがにずっと今もそのまんまってことはないだろうから、どっかで、あの、修正かけたとは思うよ。わかんねえけど。まあ、それが他にもやり方あったかもね。あ <laughs> あ、そうモンハンみたいだな。クシャルダウラ倒すのに、クシャルダウラの装備が必要って。結構、その手のゲームはあるよね。A を倒すのに、マウス、A の装備が必要です、みたいな。 A の装備を <laughs> 持ってない人はパーティーに入れませんみたいなさ、あるよね。<laughs> マジ受けるわ。おすすめ装備はこれですって書いてあるのが破綻してんだよね。えって。意味がわかんないんですけど。なるやつ。